皆さんこんばんは。流星ラジオを行っていきましょう。はい、いよいよですね、はい、今日から2月、はい、まだまだ寒いんですけど、幾分なんか日が伸びたと思いません？ほんのちょっと気持ちいい ね、 ね、なんかもうすぐ節分、立春とかになりますんで、まあ、季節的には春が近づいてきたなっていう感じなんですけど、昼が長くなって、うん、暖かくなりますね。どうなんでしょう、このまあ順調に暖かくなりますか？雪とか降りそうですか？これからまだちょっとこのところもあるんですけど、西日本とか、あとこっちの日本海側とか、ひとみちゃんは気象予報士を目指しているのでかなり気象のことは詳しいんですよね。ただね、今年の夏も猛暑です。2023年の夏は暑い。暑いです。こちらもまた冬は寒く夏は暑くて、まあ、これだけ寒いとね、なんか夏が恋しいんですけども、また夏になったら夏になったでね、暑くてフラフラしちゃうんでしょうね。そうですね、まあ、その四季があるのが日本のいいところでございます。ね、今ちょうど季節が入れ替わりつつあるのかなっていう感じでございます。はい、はい、でまずいろいろねご案内をしたいと思います。はい、鳥越アズーリ FM、鳥越神社の斜め前にありますけれども、こちらの番組を応援しましょうという友の会がございます。はい、この友の会に入るとですね、はい、なんと番組のスタッフでしか入れないようなディレクタールームとかガラス越しのね、ところから番組を観覧することもできますし、パーソナリティとツーショット写真とか撮れるという特典もありますので、はい、ぜひこちらの方ご興味ある方は鳥越アズーリのホームページから、ちょっとね、はい、文章を読んでみてください。よろしくお願いします。そしていつもねこの放送局来ると感心するんですけど、なんかすごい空気が綺麗というか、そうなんです、森林にいるような感じなんですけど、なんか秘訣があるんですよね。なんと、はい、こちらの鳥越アズーリは、はい、コロナ対策にも完璧です。うん、すごいすごい。演者スタッフの検温必ず行っております。換気は50分に1回行っています。僕らが、ね、入ってくるとき必ず検温するんですけど、そうなんですね。ひとみちゃんはちなみに今日は何度？36.4。 36.4。 はい、ラグモさんは35.4。 ちょっと少なめでしたけどね。寒いですからね。はい、外から来るとね体が冷えてますから ね、 ね、おでんを食べた後だともうちょっと上がるんでしょうけど、そうですね。はい、はい、番組入れ替え時はスタジオ内は全て消毒しています。除菌機器を導入しています。鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がたまにマイクに入ってお聞き苦しい点があると思いますけれども、ご理解ください。よろしくお願いいたします。はい、時々ね緊急車両通りますよね。救急車とか通りますね。うん、その辺がなんか生放送っぽくていいですよね。いいですね。はい、本当に生放送だということを証明すべく、僕らの番組は皆様からのメッセージを募集しております。メッセージの宛先なんですけど、鳥越アズーリ FM の公式ツイッター、はい、こちらのダイレクトメッセージからひとみちゃんとかゲストの方への質問とか何かありましたらね、どんどんお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんとこの番組流星ラジオ始まって1年だそうですね。ね、なんと、はい、お花がですね、ゲスト様のはやどん様から、はい、お花が届きました。ありがたいですよね。放送局でさ用意してくれなかった花をですねゲストが用意してくれるって本当にありがたい限りですよね。なんか癒されますよね。癒されますね。でもよく1年持ちましたね。そうですね、はい、1年間楽しかったですね。なんか印象に残ってる出来事とありますか、1年間で？あ、そうですね、ほぼ忘れましたね。楽しかった楽しかった全部楽しかったです。全部楽しかったね。ゲストさんがいる、これはって一つ選べないですよね。選べないです。毎週毎週が素晴らしい、毎週毎週素晴らしいゲストさんで、はい、今日もまた素晴らしいゲストの方がねお見えになってるので、後ほどまたねご紹介したいと思います。はい、それではひとみちゃんの曲を1曲ご紹介したいと思います。はいはい、はいはい、忘れちゃいましたね。、スモーキーマリリンは今夜も大忙し、どうぞ。We'll be right back.
大丈夫、よかった、ないけど、はい、はい、さあ2月のゲストも素敵な方をお迎えしております。赤一色、はい、We are Reds っていう感じですけどもね、はい、はい、ひとみちゃん、こちらのイケメンの好青年ご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、We are Hayadon。 We are Hayadon。 私たちは Hayadon です。さすが英検3級ですよ、ね、素晴らしい、全員ハヤドン。あなたもあなたも私もハヤドン。なんかね、ハヤドン探せみたいな感じですけど、さあ、3人のハヤドンが揃いましたけど、どなたが本物のハヤドンか、はい、で真ん中の方が本物のハヤドンさんでございます、はい、どうもこんばんは。赤いスーツは平和の印、ハヤドンです。よろしくお願いします。ハヤドンさんね、よくあの番組にもメッセージとかいただいたことがあってご紹介してたんですけど、素晴らしく声が美しいというか、あ、いえいえ、もうとんでもございません。違うよね、普通の声とね。そうなんです。ツヤがあって、なんだろうな、こう人の心を射抜かれるような、いや、またまた、まるでやぶさめのような声ですよね。そうなんです。ハヤドンさんが歌われると、はい、うん、中野の街が揺れます。中野の街が揺れる。
ごい入れましたねこの間ね。そういえばそれは中野で歌ったからなかなか入れたわけですよ、うん、中野の名曲堂でね歌われて、ここは台東区浅草橋なんですけど、ここでね放送中を入れてます、はい、入れてましたか、放送局が。いや大変失礼しました。喋るリバーブっていう感じですけどもね。はい、どうぞ。なんでこんなに声が美しいんですか。それはなんか持って生まれたもんなんですか。いやいや、後天的に努力を。もう決して美しいことはもう何もない。いや美しいですよこれはね、謙遜中の謙遜っていう感じですけども。いやいや、もうとんでもございません。はい、でもまああの、うん、自分の肩書きにもあるんですけど、あの、はい、ボーカルトレーニングを、ボーカルトレーニング、ハヤトンボーカルアカデミーの校長先生なんですよね。まあ、あの最終的にはまあ、そう名乗らせていただいたんですけど、はい、あの自分でやっぱりカラオケとか好きでね、はいはい、それでもっともっと磨きをかけたいなとなった時に、うん、やっぱカラオケだけ練習するんじゃなくて、もう発声から取り組んでみようと、はい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 、そう思ってあのカラオケ教室ではなくて、ボーカル教室の方に、うん、行きまして、そこで約3年。それはその例えば音程をちゃんと取れるっていうのだけじゃなくて、なんかこう情感を込めた声が出せるようなとか、そういう感じなんですか。そうでした。あのむしろあの音楽的なことを教えていただくというよりも発声ですね、うん、発声発声というのもなんかね、世の中にあまたあるかと思うんですけど、ひとみちゃんね、先週末には民謡の先生に会って、うん、民謡の発声法とかひとみちゃん習ってましたけど、ハヤドン式発声のコツっていうのはどういうところにあるんですか。いや、コツ、そうですね、はい、もうとにかくたくさん吸って、たくさん吸うで、もうたくさん吐く、もう最後まで吐く。コツってありますか。なんか口で吸うとか鼻で吸うとかエラで吸うとか。まあエラーも使えれば、はい、エラーも使いつつですけど、はいはい、僕はやっぱ鼻ですね。鼻です、ね、鼻、うん、鼻どうですかね、瞳もね。瞳ちょっと鼻で吸ってみてください。鼻というか口はもう口はあまり使わないような、開けときつつやっぱ鼻でとして、まああの胸はあんまり良くないと言われますけども、体全体を膨らませるように。よくお魚が外敵に襲われると膨らまして大きく見せるとかっていうのはあります。そうですね、風船のようにこんな感じで、なんかね、口から吸おうとするとなんか一気に入りすぎちゃって、あなんか慌てちゃうっていうか、うん、鼻からの方がスーッとこう、こう充満していく感じになるんですよね。だからまずはもう思いっきり吐いといて、吐いといて全部なくしといてから、しょぼーんとなって、なったってから鼻からだん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 こう風船が膨らむように、でもうお腹が張るぐらいに。そう、人もやらなきゃ。やってる？やってる？やってる？で、まあマックスになりました。ふっくらになったら、その後どうしますか。もうあとはもうあの同じ要領ででしょうね、はい、あの強くも弱くもなく、はい、あイーブンな感じでこう、はい、もうずっとできるだけ長い感じ、はいはい、だからそれがあの歌のあの4小節8小節だったらその間にも抜き切っちゃうみたいな感じで、なん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 とかでって言ったらそこまででまず吐いちゃって、はいはい、でブレスの時にまた、これ短いからね、短い、あの吸うのはじゃあ割と素早く、そうなりますね、長くという感じなんですかね。もう練習の時はもうあのそこまで考えなくていいと思うけど、歌になるとそうなりますね、もう半拍で吸い直すみたいな。もうそれはもうプロの方がね、あのご存知と思うけど、だからどちらかというとそういうあの吸って吐いての練習を非常によくしましたのと、うん、あとはもうね、あのその人間の体にはいろいろ空洞があるんだと。空洞、はい、まずは口の中に空洞があるから、はい、やっぱり口は大きく開けなさい、うん、それから口の上の鼻の上にはこう鼻腔という鼻の骨とね、その奥に空洞があるんだ、うん、だからその鼻の奥にある空洞を使いなさい。だから鼻声みたいなのもそうなんだけど、はい、ね、あの鼻の頭を押さえてこうあのビリビリとなるような感じで、うーんと、うーんうーって言うと、うーではこう唇しか震えないんだけど、うーんってやるとこう鼻がという部分を震わせた方がいいわけですか。そうなんか響いて、でさらに頭蓋骨の中にも空洞があるから、それを使いなさいと。
多分僕は空洞だらけです、ね、そうですね、僕も私もそうそう、もうそう、なんかちょっとヘドバンなんかするとなんかねスカスカしてるのを感じちゃいますけど、そうですか、うん、じゃあまあおよそなんて大半の人はまあスカスカなんじゃないかと思いますが、中にはねぎっしりの人もいると思いますけど、まあ空洞じゃあせっかくですから利用した方がいいわけですね。そういうことですね。なるほど、もうなんかもう人間の体、うん、ね、大きな人も小さな人もいても結局はもう限られてますから、うん、持ってる機能はね、もうそれを最大限使うしかなくて、だからああいう小柄な、まあ、昔では美空ひばりさんのようなね、はい、あの大きくは見るけど実は小柄な方だとか、あのあとはね、あの安室奈美恵さんとか、はいはい、スーパーフライさんとか、ああいう小柄だけどすごい声が伸びたり出る人っていうのはやっぱり最大限使ってるわけですね、自分の空洞とかポテンシャルをね、うん、最大限に利用するということです。それだと思うんですよ。皆さんはじゃあもう十分それを活用しきれてないということなんですね。いやでもそれはやってるうちにだんだんとどこに空洞があるかっていうのは分かってくるわけですよね。そんな気がします、はい、体をどんどん使いましょう、はい、今日は早藤さんが出演することは皆さんに内緒にしていたんですけども、たくさんの方からメッセージが来ています。すごいです。これ公にしてたら大変ですね。ありがとうございます、放送局の A4 の紙が全部なくなるんじゃないかっていう感じですけど、こうやってくるんですね。はい、ひとみちゃんは高校時代放送部だったんで、毎日お昼の給食の時間にね今日の献立はサバの味噌煮ですとかと言いながら残さず食べましょうとかやってたんですよね。そうです。はい、じゃあその時思い出しながらじゃあ、はい、メールをご紹介ください。いっぱい来てます。はい、来てますね。火星人さん、火星人さんありがとうございます。火星人さんありがとうございます。はい、ハワイ、はい、来ましたね。素晴らしい英語ですね。英語だ。火星人、うん、ハヤドンさんご出演おめでとうございます。ありがとうございます。ハヤドンさんだけに、うん、皆さんどんなどんものがお好きですか。ハヤドンさん、うん、どんものじゃなくて早弁だったりしてかっこわら、まい寒さが続きます。体調にはくれぐれも気をつけてね。そうですね。火星人さん優しいです。火星人さんありがとうございます。どんなのが好きですかって。素晴らしいハガキ職人のような感じですけどね。ねえ、ど、どんもの、どんもの、なんとかどんってありますけども、うんうん、ちなみに江中ひとみさんは何丼がお好きですか。ウニ丼が、あ、ウニ丼、ウニ丼、ウニ丼、あ、いいね。なかなか皆さん好きですけど、なかなか食べれないですよね、ウニ丼は ね、いっぱい食べたいですね。ね、そう、ちょっとしか乗ってないですからね、ウニ丼って言ってもね、もうご飯が見えなくなるぐらいウニが乗ってるようなウニ丼を食べてみたいですけど、まあ僕はやっぱりどうしてもね1週間に5回ぐらいカツ丼を食べちゃうんですよ。1週間に5回ほぼ毎日です。まあ、うん、そうですね、時々お休みしますけど大体5回ぐらい。はやどんさんは何丼が好きですか。何丼でもね、もうやっぱり丼は大体好きですよね。大体好き。このご飯に乗せる感じがやっぱり好きですね、はいはい、あの別に食べるんじゃなくてね。だから親子丼も好きだし、うん、あ、でもやっぱり今はねもうなかなかもう庶民の手の届かないうな丼、うな丼、うな丼、もう夢の世界。うな丼夢ですか。食べたい。食べたい。国産のね、国産の。あ、お願いします。ちょっとなかなか手に入らないんですかね。うん、高いんですよ。高いんですよ。あるけど高いんですよ。そうなんですか。でもね、もう色艶が違うんですよ、やっぱり。違う。まあ、いろんなものね、日本中ね、いろんなところで生活されてるので、あ、はい、まあ、各地の美味しいものとかご存知だと思うんですけど、まあ北は千歳から南は、はい、沖縄、沖縄まで住んでました。生活されてて、これが美味しかったってなんか3つ挙げると何ですか。もうね、うん、もう本当にね、もう驚愕したのはウニ、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 あの北海道の、北海道のウニ、もうね色から違うんですよ。なんかね、あの国内っていうかね、本州とか、うん、まあね、その他のを否定するわけじゃないですけど、はいはいはい、色合いがまず違ってね。なんかもうオレンジ色がちょっと違う。オレンジではなかったです。もっとベージュというか、ね、今ね北海道の知り合いも見てくれてると思うんだけど、はい、ま、全く違うんですよ。じゃあ届くかもしれないですね、北海道の友達からね。で、僕はね、お待ちしております。ね、クール宅急便で。いやもうお待ちしております。お待ちしております。いや、というのは、あれですよ。でもね、僕、初めそれ、北海道のウニ食べて、うん、お寿司屋さん行って、はい、会社の先輩方と行って、ね、はいはいはい、そしてね、あんまりうまいんでね、うん、うまいですねって盛んに言ってたら、はい、よし、じゃあもう、店にあるウニ全部持ってこいなんて、この上司がね、太っ腹で。そしたらいい上司ですね。もうね、桶にいっぱいウニの握りがやってまいりまして、そうですか。でまたうまいからもう一人で食っちゃって、はいはい、それでもう食べきって、
で、あの帰りがけにね、うん、あの板さんに、うん、あの今日の海ウニも大変美味しかった、うん、ごちそうさまですって言ったらね、うん、あなたでしたか、当店のウニをすべて食べていただいたのはつってね、初めてですよなんつってね、喜ばれましたね。えもうあれからね、当分ウニはいらなくなりました。まあ、そうしよう、それだけ食べれば ね、もう本当によくお寿司は1貫2貫と言いますけど、大体何貫ぐらい食べちゃったんですか、それ。何十貫でしょうね。もう何30とか、30、40。30貫若かったからですかね、あれはあんなに食べたらよくないですよね、体にね。1人前って大体10貫ぐらいですもんね。うん、何十貫、あの、桶に入って出てきましたからね、あのよくね。すごい、その銀の皿とかで入ってくるあの桶に。かなり贅沢ですね。いやー、あれは贅沢させていただきました。あれはもう本当に生涯、はい、最高になんかうまかったウニっていうかね、うん、はい、他じゃあベスト3あと2つ何行きましょう。あとはね、はい、あとは僕はね、なんといってもね、うん、あのいや、あのウニは好きですよ。でも僕の中でのね、うん、日本世界三大料理はやっぱりお母さんの作るおにぎりとカレーライスと、カレーライス、そしてね、そうめん。ハンバーグと来るかと思いました。いや、そうめんが来ました。そうめんなんですよ。そうめんはそんなに家庭の味で出ます？でもね、あの茹でるまでは一緒、うん、一緒でもね、うん、具がねいいんですよ、あのお母さんは。そうめんに具が入ってるんですね、早時計では。何が入ってるんですか？おつゆにですね、うん、おつゆにこう、おつゆの方に入ってるんですか？ね、だから錦糸卵とかハムとか、その辺は多分定番で。それ冷やし中華じゃなくて？あ、ではないですね、あのそうめんで入ってるんですか？入ってないんですかね。入ってないですよね。普通スイカ、あ、スイカで、あ、そうかそうか、うん、あ、なるほどぐらいじゃないですかね。いや、ただね、それだけじゃないんですよ。あの最もね、うん、みんなにびっくりされるのは、うん、シーチキンなんです。シーチキンをそうめんのそのつゆの方にドバッと入れちゃうんですよ。もうそれでもうみんなびっくりするでしょ。やっぱりあれをサラサラっと食べたいのに、はい、シーチキンのあの油が入ってネトッとなるんだけども、これがうまいんですよ皆さん。やってみてください。これでも今まで聞いたことないですね。聞いたこと多分ね、これ、そうなんです。それ早どん家だけに伝わるような、早どん家だけなんですよ。地方でもないですよね。仙台でもやらないでしょ。そういうことですね。お母さんに僕も聞いたんですよ。これなんでシーチキンを入れることになっ、あのなんかみんな驚かれるんだけどって言ったらね、やっぱりその時具がなくて、お昼ご飯に出すのにね、それで、ちょっとそれ寂しいからと思って、あのシーチキンを出したら、なんかお前がすごいうまそうに食うんで、それから我が家の定番になったんだってね、言ってましたね。だから僕はみんなも入れてるもんだと思って。あの時まずそうな顔していたら、それはもう二度と出なかったかもしれないわけですね。なかったでしょうね。やっぱりそうやってこう表情でね、お母さんにそのなんて美味しかったよって伝えたことが、それはまた続いて出てくるっていうね。そうですね。そうです、そうです。こうしてまたこう鳥越あずりで発表することによってね、ひょっとしたら日本中の家庭で広まるかもしれない。もう一回この夏一度お試しください。はい、シーチキンそうめん。はい。じゃあもう一つの美味しいものは、じゃあもうこの映像の後にじゃあお届けしましょう。はい、そうですね。はい。はい、さんは何といってもシンガーソングライターでございますから、いろんなところで歌っております。先日、中野ブロードウェイ2階名曲堂さんで、ハヤドンインスタライブが行われました。お世話になりました。はい、その模様をちょっとね、そうですね、隠し撮りしてまいりましたので、はい、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。それはしませんけど、よかったらついでに見てって言ってくださいね。うん、ありがとうございます。僕の名前はハヤドン、船橋を中心に弾き語りなどをやっております。っていうかね、もう元々はただのカラオケ好きだったんですけど、やけに慎重で熱い風吹くサマースリー、羽を外しっぱなしさ、ここじゃ誰もが孤独。この時ですね。いつもあれ着てます。これ着てますね。揺れました。中野が揺れた日はこの日だったんですね。素晴らしい歌声を届けてくれて。いやいや、もうこちらこそもう大感動でした。まあもちろんね、声もいいし演奏もいいんですけど、やっぱり隼人さんの良さ、そのトーク、そうですね。面白いですよね。遠い側面にそこにいるお客さんを飽きさせないというかね。うんうん、
あれもやっぱり練習したんですか？あれは声じゃないですもんね、なんかこう話題というか、はいはい、テーマというか。いや、僕ね、いつも思うのは、うん、やっぱり自分で歌う時っていうのは、自分はいい歌って分かってるわけじゃないですか。はいはいはい。でも聴いてる方はその曲を知らない可能性もあるし、初めて聴く可能性もあるわけですね。まあ、オリジナルならもちろんそうだけど、うん、有名な曲だとしてもね、うん、だからやっぱりね、説明せずに折れなくなっちゃうんですよね。解説をしてしまうんですね。聴いてほしいからなんか説明したくなっちゃうんですよね、うん、それでやっぱり言うからには楽しんでもらいたいとかね、うん、思いますしね。うん、そうなるとああいう喋り方になるっていうか、ね、あれはなんかこうとっさに出てくるんですか、それとも前の日から仕込んどいたりするんですか。あ、仕込む時もあります。もうこのキーワードは絶対言おうとか。なるほどなるほど。でも意外になんか前ライブでやった時にこれ言ったら受けたよなみたいなのが記憶にあって、それって同じようにやっても受けませんね。なぜかその時によりますよね。不思議ですね、あれね。だからその空気みたいなのが。受けなかったことがまた別の時にやると ね、 またね、なんか受けたりとかね。そうなんですよ、うん。やっぱ空気なんでしょうね。なるほどなるほど。無理やりやってもダメで、うん、ここだっていう時にスッと出た方がやっぱり見てくれてる方も自然にね、なんか受け止めてくれるというかね。やっぱこうミュージシャンの方、そのさだまさしさんでも谷村新司さんでも、その MC がね、うん、すごく面白いですから、早野さんもものすごく面白くて、うん、松山千春さんのモノマネとかいろいろやってくれるんでね、これが楽しくて僕ら見に行っておりますけどもね。そうですね、はい、もう続々となんかいろいろ来てます。はい、じゃあすごいです、ね、ひとみ城、じゃあ引き続きじゃあご紹介ください。はいはい、ミーミーさん、ミーミーさん、ミーミーさん、やった、ありがとうございます。ミーミーさんってひょっとしてあの美人のミーミーさんですかね。美人のミーミーさんです。間違いないですよ ね、 ね、美人のミーミーさん、ありがとうございます。南雲社長、ひとみんさん、お疲れ様です。今日もひとみんさん可愛い、 ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。はやどんさん、 MC のお二人と楽しんでください。 ありがとうございます。ミーミーちゃん、ありがとう。ミーミーさん、今日はですね、はやどんさんの髪型に注目していただきたいんですけど、いつもよりちょっと曲がってるんですよ、はい、頭頂部が。はい、わかりますかね。ハヤドンカメラでちょっと寄っていただけますか。ハヤドンカメラ寄れませんか。あ、寄りました。曲がってますよね。はい、僕もこう頭頂部曲がってるんですけど、はい、これを担当したのが江中ひとみさんでございます。はい。ひとみん美容院で楽屋でね、曲げてくれましたけど。やってどうですか、その曲がった感想は。最高です。最高です。なんかいいですよね。最初怖かったです。だいたい160度の熱で、曲げてみました、はい。はい。いいですよね。なんかすごいナチュラルな感じでね。失敗作成功？大成功。失敗とは言えないよね。これからも二人のヘアメイク担当させていただきます。まよろしくお願いします。今日風呂に入らず寝ますこれで。このまま頭がらず。なんか楽しくてね、もう一晩中喋ってたいんですけど、いろいろね、あちらの乃木坂系のプロデューサーがもう時間になんかいろいろうるさいんで、今日は延長あり？あ、ダメ。あ、ダメって言ってます。厳しいんで。綺麗な顔してるんですけどね。その辺は厳しい。放送局は乃木坂系の顔立ちと、ジャニーズ系の顔立ち、ばかりですね。そうなんですね。びっくりしますよね。さっき楽屋に打ち合わせに来た時に。え、ねえ。ねえ。ねえ。放送局タレントさんか。タレントさんかと思います。本当ね。女優さんか歌手かなと思うんですけどね。いや、人材揃ってますよね。はい。じゃあ続けていきましょうか。はい。お、なんか写真も送ってくれてるんですね。嬉しいな。あ、これは横様です。はい、横様様、横様、はい、ありがとうございます。はい。はやどんさん、ご出演おめでとうございます。今年初めてのライブ、楽しんだのははやどんさんの中野名曲堂のライブでした。とっても楽しめました。おお。超満員でしたね。おお、ありがたいですね。本当でしたね。ありがとうございました。いっぱいお写真を撮っていただいて、帰られた方もたくさんいらっしゃったということでね。ぜひまたその辺はハヤドンさんの SNS とか見て事前にチェックしてね、早朝から並んでいただきたいと思いますけど、そうですね、中野名曲堂の模様が、もう一つあります、はい、こちらの CD にもなっております。はい、はい、We Love Hitomi。 おお、これはヒトミンのことを歌った歌なんです。はい、そうです。号泣しました。 We Love Hitomi ですよ。ねえ、ありがたいじゃないですか。ありがたいです。拝まないと。ありがとうございます。心を込めて作りました、はい。じゃあ、ハヤドンさんがね、中野名曲堂で We Love Hitomi を歌ってるシーンをご覧ください。どうぞ。
いつも笑顔でそばにいる可愛いあの子、その名はひとみ。太陽のように明るくて元気をくれる、その名はひとみ。いじられることも多いけど、そんなことも気にしない。なぞなぞ答え先に言っても、そんなことも気にしない。それではなぞなぞです。お正月に角にある、あ、さあ今ねワイプの方に入りましたけどね。おめでたいものは何でしょう、何でしょう、ん、うん、うん、うん、そうですよね。門松以外に答えはあるのか。これが We Love ひとみんという歌なんですけども、実話ですからね、私が作ったわけではありません。え、こうやってその歌のタイトルになるってすごいことですよ。なかなかないですよね。あのタイトルにこう人の名前がつくっていうのはね、ベーウィなロールオーバーベートーベンとか、なんかビートルズが歌ってたりとかありますけど、ジュリーがライバルとか。ありがとうさんに感謝です。いえいえ、もうこちらこそ。ハヤドンさんがこの歌で紅白に行ったらどうします？We love ひとみん、ひとみんってふうみたいな感じになるわけですよね。ぜひ、ね、横様がね、はい、あの毎日、夢デザインと We love ひとみんを聞いてますって。おお、わすごい、ね、ありがとうございます。楽しい時をよろしくですって書いてます、はい、嬉しいですよね。ありがとうございます。あのこちらがね、はい、その